マリサ、ヴィレッジヴァンガードの閉店が止まらないって噂があるんだけど本当？ああ、約5年で 10% の店舗が閉店している。過去には、2013年に46億円の大赤字も出したことがあるんだぞ。最近だと2022年9から11月期の連結決算で、2億円の損失を出している。ヴィレッジヴァンガードって斬新性や、存在感があって大人気だったのに、どうして赤字になってしまったのかしら？それにはある理由がある。気になる、聞かせて聞かせて。それでは、今回はヴィレッジヴァンガードの大量閉店と、最大赤字43億円の真相に迫るぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。ヴィレッジヴァンガードは1986年、創業者の菊池圭一さんが、愛知県名古屋市に自分が客だったら、という発想で個人商店を開店したのが始まりだ。お客さんの目線で考えて作ったお店なのか。創業者の菊池さんは、もともと東京の日本実業出版社に、営業職として勤務していたんだ。当時の担当業務は直販のセールスで、飛び込み営業がメインだった。日本実業出版社は主に、ビジネス書籍を出版している会社ね。今のヴィレッジヴァンガードとはだいぶ違う仕事をしていたのか。菊池さんは結婚してすぐ、転機があった。当時勤めていた会社の先輩であった大和田浩二氏が、脱サラして経営していたブックショップ大和田に、誘われて入社したんだぜ。結婚してすぐに、勤めていた会社を辞めたのか。菊池さんの思い切りの良さはいいけど、当時の奥さんは今後が不安だったでしょうね。菊池さんは、ブックショップ大和田で、書店を経営する上での基礎となる、書店の陳列の仕方や、商品仕入れのノウハウを学んだんだ。ヴィレッジヴァンガードは、そんなブックショップ大和田を、模範としてできた店なんだぞ。それなら、先輩の経営している、その書店が、最初から今のヴィレッジヴァンガードみたいな、斬新的で思考的な店だったの？いや、2号店をオープンした時に、菊池さんが店長を任されたのが転機だった。ブックショップ大和田2号店を出店するにあたって、菊池さんは店長を任されたんだ。あら、すごい。自分の好きなようにしていいと言われた菊池さんは、個性的な店作りを行ったんだぜ。ヴィレッジヴァンガードの斬新性は、菊池さんの発想からできたものだったのね。当時は鉄筋コンクリート作りが主流だったんだが、店の外装を木造りのカントリー調にしたり、指向性の高い商品を取り揃えたりして、斬新な店作りを行ったんだ。今でこそ当たり前になっているが、書店なのに書籍と文房具だけではなく、他の業種の売り物を並べて販売するのは、当時ではものすごく斬新だったんだ。当時から、マニアックな商品を揃えているのが、他店とのいい差別化になっていたのか。菊池さんはその後独立。この時の経験を生かしたお店ヴィレッジヴァンガード1号店を1986年に開店した。ついにヴィレッジヴァンガードの誕生ね。そういえば、店名も変わっているわよね。どんな由来で付けられたのかしら？ヴィレッジヴァンガードの名前の由来は、ニューヨークにあるジャズクラブから、取って付けられたものなんだぜ。当時は菊池さんがジャズ好きなのもあり、BGM にジャズを多く流していたんだ。本屋でジャズのライブをするのが、夢だったこともありこの名前を付けた。おしゃれな発想ね。結局、ジャズライブは断念したものの、ジャズのある店の雰囲気は死守したらしい。そんな斬新な店作りが話題を呼び、爆発的に店は大流行。ヴィレッジヴァンガードの誕生には、こんな秘話が隠されていたのか。そして8年後の、1988年6月には、2号店をオープンしたぜ。郊外ロードサイドを中心に、出店を行っていったんだ。あら？ヴィレッジヴァンガードは、今は主に商業施設の中に出店していないかしら？今でこそ、商業施設にテナントとしての店舗が主流になっているが、出店当初は商業施設ではなく、郊外のロードサイドに出店したんだ。商業施設に出店し始めたのは理由があるの？一般的に言われているメリットは、集客力が高く、足を運んでもらいやすいのと、店舗の宣伝を施設がしてくれるというのがあるな。そういうメリットもあり、商業施設内への出店は、2000年頃から、メインに行うようになっていくんだ。確かに天候に左右されたりすることもないし、集客しやすいわね。当時のメインターゲットは20代の若者だったが、商業施設内の店舗が増えたことで、ファミリー層のマーケットにも受けて、ターゲット層が拡大していったんだぞ。以降、リーマンショックまでは、売り上げを順調に伸ばしていった。リーマンショックって2008年よね。多くの企業が倒産に追い込まれたような世界的な金融危機だったから、利益が低迷するのも仕方ないわ。一般的には、
不動産業界が大ダメージを食らったように思われているかもしれないが、他の業界への飛び火もすごかったからな。話は戻るが、ヴィレッジヴァンガードは、2店舗目オープン後も勢いは止まらず、1996年には10店舗に、2002年にはなんと店舗数が100店舗を突破したんだ。6年で10倍。店舗展開のスピードがものすごいわね。相当、店の雰囲気や品揃えが受けたのかな。ちなみに、2008年9月まで、連続増収記録が90ヶ月も続いたんだぜ。創業から、十数年しか経っていない企業が、ここまで連続増収できるのはすごいことなんだ。うんうん。すごい勢いよ。そして、2013年3月にはグループ店舗数、500店舗達成。2010年10月には大阪証券取引所に、株式を上場。2013年7月には東京証券取引所に、統合されたことを受け、東証証券取引所に株式を上場している。すごい大躍進。上場までのスピードも本当に早かったのね。創業者が一代でここまで会社を大きくできるのは、本当にすごいことなんだ。そんな企業はあるにはあるだろうが、そう多くはないだろう。菊池さんのバイタリティがあったのもそうだけど、斬新な発想が当時としては珍しかったのかな。菊池さんの大躍進は止まらないぞ。さらに2013年5月。他業種展開の一つとしてヴィレッジ不動産を始めたんだ。まさかの不動産事業に業種展開したの？その発想が斬新だわ。コンセプトはインターネットで、僕らが本当に住みたい部屋を探せるようにする。このコンセプトが面白そう、と、ヴィレッジヴァンガード好きに受けて、プチバズりしたんだ。どんな物件を取り扱っていたのかしら？取り扱っている物件は、一般の不動産サイトでは、発見できない。エッジの効いた、変わった物件を取り扱っていた。ヴィレッジヴァンガード好きからしたら、本当にたまらないでしょう。2013年6月には上海に海外初の店舗、V&T トレーディングをオープンし、中国での生産、販売を開始したんだ。ついに海外進出。海外での反応も上々だった。日本のヘンテコでクールなお店は、見ていて飽きない。見ててすごく楽しいね。と、反響も良かった。日本でも海外でも、斬新さが受けたのかもしれないわね。日本で最もクレイジーな店として、話題を呼んだんだ。日本の文化が海外でバズることはあるけど、当時こんなにバズるのは珍しかっただろう。新進気鋭の会社ね。頑張ってほしいわ。だが、そうも言ってられない。ヴィレッジヴァンガードは500店舗を達成した2013年7月に、46億円超えの赤字を計上したんだ。へえ、好調だったのに、一気に大赤字になったのね。どうして、いきなり赤字になってしまったの？原因が思いつかないけど。理由はいくつかあるが、大きな原因として挙げられるのは、斬新性が薄れたことと、ターゲット層が限られていたことかな。嘘？斬新性は、店が存在しているだけで成立している気がするけど。確かに斬新さはあるんだが、ライバル店のドンキホーテに顧客を取られたんだ。ドンキホーテのように、商品の種類や量で圧倒しているライバル店の存在感が増すことで、ヴィレッジヴァンガードの存在感が、薄れてしまった。確かにドンキホーテは、商品数も種類も圧倒的に多いわね。それに、斬新な商品も多い気がするわ。ドンキホーテが全国に拡大したことで、ヴィレッジヴァンガードに行かなくても、斬新な、指向性に富んだ商品を買えるようになった。せっかく500店舗を達成したばかりだったのに、黒字転換のために不採算店の閉鎖を進めた結果、2019年5月末には、店舗数が346店まで減ってしまった。この5年で50店舗以上減ったのね。為替の影響もあり、売上減価率が上がったことと、販売費がかさんだのが大規模閉店の要因だ。それは辛いわ。だが、それだけじゃないぞ。せっかく海外進出した台湾事業を、2015年6月には撤退することになった。そして、その年の9月にはヴィレッジ不動産も株式譲渡している。赤字を抱えながら他業種と海外店舗を管理するのは難しかったのかな。まだまだある。追い打ちをかけるように、2016年には、ヴィレッジヴァンガードの赤字を支えた、チチカカが債務超過に陥った。チチカカは、中南米など、世界各国のオリジナルのエスニック衣料、雑貨を扱っている子会社だった。チチカカにはよく雑貨を買いに行っていたわ。個性的な商品が多いのがいいのよね。チチカカの債務超過の原因は、円安の進行で原価が急騰したのが原因だ。円安の影響をカバーしきれず、商品開発ができなくなった結果、客離れしたんだ。あら？
父カカは、今でも呼んで見かけることがあるわよ。今は、違うグループが経営しているからな。自社で再建を試みたが断念して事業譲渡している。本業のビレッジヴァンガードが、負債を抱えながら、他の店舗の再建をするのは、難しかったんでしょうね。あとは、コロちゃんも大いに影響している。これはどの業界にも大きく影響したことだが、店舗が商業施設内や繁華街に多く集中しているビレッジヴァンガードは、長期間の休業を余儀なくされたんだ。ドンキホーテは、商業施設にテナントとして入っていないから、休業要請なんかもなかったでしょうし、そこも売り上げを左右したのかもしれないわ。さらにだ、ビレッジヴァンガードは自分で自分の首を絞めてしまった。あらやー。差別化戦略に対する効率化も、裏目に出てしまっているんだよな。ビレッジヴァンガードの商品は、店長が地域の特性に合わせて、店作りや仕入れる商品を選んでいるんだ。店長が仕入れ商品を選んでいるなんて珍しいわね。ビレッジヴァンガードのファンが、アルバイトから店長になっている店舗が多いらしい。自分のこんな店だったらいいな、を実現している。地域の特徴や、店長の好き好みで店の雰囲気も変わるから、どの店舗に行っても楽しめるわね。いいことじゃないの？店ごとに商品が違うのも面白い。と根強いファンが離れない理由なんだが、この差別化戦略の大きな弊害となったのが過剰在庫だ。あ、この過剰在庫を解消すべく、本部による仕入れ割合を増やした結果、店舗ごとの商品が似通ってしまい、店の個性がなくなってしまった。通常の企業であれば、売れ行きごとに商品を管理するのが当たり前だけど、店の個性が売りのビレッジヴァンガードは、その当たり前が命取りだったのね。かつて東急ハンズも店舗ごとに仕入れをして、そこでしか買えない珍しい商品を揃えていたんだ。しかし、効率化しすぎたゆえに、どの店も変わらない品揃えとなり、集客力がなくなってしまったんだ。同じような道をたどったのね。効率化も大事だけど、同業種の失敗から学ぶべきだったわ。そうだな。だがこのままで終わるビレッジヴァンガードではない。その結果を受けて、ビレッジヴァンガードは、超ニッチ宣言を行っている。おお、すぐに対策をしているのね。テナント別入店率の調査結果によると、入店率は 5%。95% は素通りという事実だった。その数字を受けて、今後の方向性を見出すんだ。95% の方に満足されなくても構わない。5% の方に思い切り満足してもらえるような、そんな店を目指す。と宣言したんだ。95% を捨てたら、それこそ収益は上がらないんじゃないの？そこは大丈夫だろう。もともと、ビレッジヴァンガードの良さは、斬新かつ、思考的な品揃え。良さそのものがニッチなんだ。そこにこだわろうってことだな。なるほど、もともとのコンセプトを徹底して極め抜こうということなのね。さらに、他業種の店舗展開も諦めていないぞ。不動産も海外店舗も閉店しているのに、次はどんな業種展開しているの？2020年12月にアパレル、時計、雑貨などを主力商品として扱うニュースタイルや、売れ残り品や、ほとんど売れなかった商品を格安で販売するアウトレット店舗の、ヴィンテージヴァンガードを2012年9月にオープン。さらに、2011年3月に設立した、ビレッジヴァンガードウェブドに注力して、限定商品やクリエイター商品を扱うようになったんだ。超ニッチな商品を展開しやすい、店をオープンしたのね。今、残っている店はこれだけで、展開したけど途中売却した事業もあったんだが、今話したこれらの店舗は、順調に成果を上げているぞ。国内での店舗展開に力を入れているのは、十分わかるわ。でも、時代はネット通販が主流だと思うけど、ネット通販は行っていないの？もちろん力を入れているぞ。ネット通販にも力を入れていて、商品の多くは、新進のクリエイターが、制作した商品を扱い、他と差別化を図っている。海外事業は一度撤退しているが、越境 EC に力を入れているみたいだ。海外の店舗は閉店したけど、海外での事業は諦めていなかったのね。ただ、懸念するべき点として、昔からの根強いファンも高齢化している。高齢者は、どうしてもネットに馴染めない人が多い。ネット事業に注力することで、昔からのファンが離れていかないかが懸念材料と言えるな。どの業種、企業でもそうだけど、シニア世代がネット推進によって離れていくのが、深刻な問題になっているみたいだわ。ネットをあまり触らずに今まで生きてきたから、しょうがないといえばしょうがないな。ただ、ネットを自由に使いこなす世代にも、根強いファンはたくさんいて、ネット上は、ビレッジヴァンガード愛に溢れているんだ。
どんな声が溢れているの？聞きたい、聞きたい。大人向けかと思いましたが、子供の絵本なども置いてあって、様々な年代の人が楽しめると思います。とか、いろんな面白グッズが売ってある、本屋兼雑貨屋で、友人の誕生日プレゼントなどを、探すときに重宝しています。なんて声だ。ヴィレッジヴァンガードにしかない商品だったり、店内にいるだけで楽しい雰囲気が、どの世代にも根強いファンを生み出す理由なのね。ネット上には悪い声がほとんど見られなかったな。ただ、強いて言えば、道も狭く、雑多に物が置かれているので、子連れベビーカーでは行けなくなりました。なんて声があった。確かに所狭しと商品が陳列されているし、ベビーカーで店内に入って、ゆっくり買い物をするのは、難しいかもしれないわ。そこがいいところでもあるんだが、確かに子連れベビーカーでの長時間の入店は、難しいかもしれないな。超ニッチ宣言に振り切ったのだから、子連れの顧客層は取りこぼしてしまうかもしれん。それで、収益を上げていくことができればいいけど、今まで斬新な発想で利益を伸ばしてきた、ヴィレッジヴァンガードだから、きっと今の赤字も斬新な発想と、戦略で乗り切っていくと思うぞ。ヴィレッジヴァンガードの、今後の展開から目が離せないな。よし、今からヴィレッジヴァンガードに買い物に行ってくるわ。みんなはヴィレッジヴァンガードについてどう思う？コメント欄で教えてね。チャンネル登録も動画を作る活力になるぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。